総督皇帝、外観総督皇帝は、現在のアメリカ合衆国にあるバージニア植民地当時の王国総督の拠点であり、現在バージニア州ウィリアムズバーグのグロスター教通りにある建造物。コロニアルウィリアムズバーグ地では2つの巨大な建造物のうちの1つであり、もう一方は、議事堂である。ウィリアムズバーグがバージニア植民地であった期間の大部分。 この総督皇帝はイギリス及びその周辺地域より来米した総督たちの公的な住居だった。最初の建物は建設に16年の歳月を要し、完成したのは1722年だった。この最初期の皇帝で暮らしていた総督には、一家の人物が含まれる。アメリカ独立戦争中、トーマス・ジェファーソンが安全上の理由から1780年に、 バージニア州の州都をリッチモンドへ移動しようと強力に推し進めたため彼が最後の皇帝の住人となった。その後リッチモンドで現在のバージニア州議事堂建物に接する場所へ建設された新たな総督の校舎は大きさや建築様式がやや質素なものとなり総督邸宅と呼ばれた。1781年12月22日総督皇帝は 火事のため消失した。付属する建物のいくつかは消失を免れたが、それらも南北戦争中に破壊されている。総督皇帝裏側とそのテ園ンブルートン教区協会の教区牧師であった WAR グッドウィンと家族が巨額の融資を提供した事前家ジョン・ロックフェラー2世の働きかけにより、豪華で華麗な邸宅が20世紀初頭。 忠実な再現のもとに再び建設された。1929年にイギリスのボドレーアン図書館で発見された人工物ジェファーソンの絵画バージニア州議会の記録ボドレーアンプレートの愛称が付けられた同伴の版画はこの工程初期を復元した建造物に使用された。新しく復元されたこの総徳工程は 展覧会として1934年4月23日に開場した総督皇帝は現在歴史的な地域のバージニアヒストリックトライアングルの区域内にある復元修復された町コロニアルウィリアムズバーグにおいて中心的で主要な名所になっているほか観光客に人気のある目的地の一つとなっているありがとうございます